皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2015年の6月の8日月曜日ですね。時間がちょうど9時ということで、大幅にまた遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップされてますように、東京地検特捜部は直ちに安倍晋三とその一味を全員逮捕し、戦後最大の国家犯罪を徹底的に追及せよということです。それと経産省前の 3人が不当逮捕されて、拘留開示請求の裁判が昨日あったんですけど、釈放されたみたいですね、3名。よかったですね。最初の1週間の拘留が認められて、から10日の延長が認められなかったということで、まあ、当然でしょうね。東京地裁の判事の中にはまだまともな裁判官が残っているということでしょうね。薄井さんですね、同意ですね。はい、この逮捕しろということですね。それから今のはシカゴさんですね。それから砂関さん、解放された鉄さんら3人ライブ配信中ということですね。それから砂関さん、米メディア、米国には人間狩りを行う秘密特殊部隊が合法的に存在していると。スプートニック日本って恐ろしいですね。から同じ砂関さん、南シナ海危機は日本の存立危機事態ではない、日米共同パトロールはリスクが大きすぎる、安全保障、東洋経済、オンライン、ということですね。それからエレファントムさん、昨日の番組ですね、週刊レポート、いよいよ非合法政権、安倍事故政権打倒の普通の市民による戦いが開始されたということですね。それから高橋さん、時数制限のため 不適切な表現がありましたということです。そんなお茶ないですからと。から高橋さん、さらに言えばそれは計算の上で安倍も利用価値があるとの主役でのロスチャイルドの、お茶なんですね。金融マフィアがそのプロセスの中に日中戦争があったと私は見ますと。あるいは最初からマイクロチップが埋め込まれていたと。高橋さん、自民党の正体とは政党の内部に明治憲法時代の因習が生き残っていて、ゾンビのようにその復活を目論んでいた因習が確かに存在したということですと。安倍によってその実現を図ったのでしょうか、失敗ということ。 K さんですね、今日のカウンターアクションはかなりでしたねという。昨日ですね、自民党がなんか全国で100カ所、会見イコール解約の、まあ、宣伝行動を一斉にしたということで、土曜日は大宮の西口ですか、駅、で、まあ、昨日の週刊レポートの中で取り上げましたけど、いわゆる普通の市民が立ち上がって、自民党青年部の改憲改悪宣伝行動を自主的に打倒した、打倒したということですね。それで昨日が新宿の西口ですか、それも谷垣とか山谷とかですね、どうしようもないやつらが演説をしてたんですけど、それをの音が聞こえないほど、かき消すほどの一般市民のいわゆる抗議の声が圧倒したということで、吉祥寺でもやったみたいですね。シカゴさん、コンティニコインですね、ありがとうございます。コインをよろしくお願いします。からミーヤさん、コンティニコイン2枚ですね、ありがとうございます。本間デッカさん、コンティニコインですね、1枚。逮捕しろっていうの、小泉竹中長曽根と。そうですね、刑務所いっぱいになりますね。トネウンガさん、孫崎ウケルさん、 G7 阿部さんどこにいるの、音楽会の写真に姿が写ってない、体調不良でしょう、寝てんじゃないですか。ということで、今日のメインテーマですけど、東京地検特捜部は直ちに安倍晋三とその一味を全員逮捕し、戦後最大の国家犯罪を徹底的に追及せよと
ということで、今日の今日の画像はですね、これですね。安倍晋三が逮捕された瞬間という、まあ、モンタージュですけど、まあ時間のものでしょうね。彼は自分で、体調不良で死ぬか、あるいは逮捕されるかと、まあろくな診察しないでしょうね。それでついでに、悪党も逮捕しろということで、これブッシュですね。ブッシュも逮捕しろと。もう彼は厳重に守られているという世界支配階層に大事に守られて、テキサスの牧場で、優雅な余生を送っているということですかね。利根梅さん、世論調査、辺野古反対、国民に10割浸透、45%、4ポイント上昇と。ああ沖縄自体ではもう 89% ですか、反対。で、本土の方でも 45% 反対と。でも、こんな差があるんですかね。ということと、それから、私の、まあ、山荘、今住んでいるところっていうのは、山荘なんですよね。標高1100メートルぐらいのところの山の中腹なんですけど、ここに土曜日ですね、小鹿が登場したんですね。まあ、鹿には何回か会ってるんですけど、今回の小鹿はですね、こういう感じで、なんか子供だからあんまり人を怖がらないみたいな感じでじっと見てるんですね。それで、若草若葉を食べていると。10分ぐらい、ここにいてですね、まあ、全然余裕持って、去っていったということですね。シカゴさん、今日のメインテーマですね。東京地検特捜部は直ちに安倍晋三とその一部を全員逮捕し、戦後最大の国家犯罪を徹底的に追及せよということです。で、今日のメインテーマから入りますと、第1次、第2次、今第3次安倍晋三政権なんですね。は全て憲法違反の非合法政権であり、彼らが行った全ての政策、決定、法律、財政支出、人事、外交、条約などは、憲法違反であり無効であるということですね。土山純一さんですね。あ、毎回ありがとうございます。コンティニコイン2枚ですね。で、第1次、安倍政権というのはどういうふうに登場したかと、成立したかというんですけど、これは衆議院の解散があったんですけど、それは2006年9月11日に小泉純一郎がですね、郵政民営化法案が参議院で否決されたことを理由にして衆議院を解散したという、とんでもない憲法違反をしてるんですね、彼は。で、いわゆる優先選挙の結果ですね、自民党が296議席、から公明党が32議席、合わせて、全体480議席のうちの3分の2、327議席を獲得し、で、かっこつき圧勝したんですね。これがその時のあれで、自民党が296、から公明が31、民主党が113ですね。で、これは完全に大手マスコミが、一体となってですね、いわゆる、郵便局を民営化すれば、ものすごいメリットがありますよという大嘘をついたんですね。で、竹中平蔵なんかは、全国に2万か3万ある郵便局に、例えばコンビニが併設されれば、過疎地でもコンビニで、毎日ですね、ご老人が買い物に行けますよという、全くの大嘘をついてるんですね。それで、アメリカの金融、まあ、保険、まあ、郵政民営化ですから、アメリカがこの郵政が持ってる国民資産としての
当時は270兆円と言われてましたね。でそれを分取るというための民営化ですから、アメリカの金融界が5000億円用意して、それを電通経由で、日本のマスコミ等々にばらまいたと。でその結果マスコミはですね、郵政民営化に対して、ものすごいメリットがありますよという全くの大嘘をついて、このような世論誘導した結果ですね、自民党と公明党合わせて、全部で327議席、全体480議席の3分の1を占めたという全くのインチ選挙をしたんですね。でこの小泉純一郎が2006年 9.11 ですよに強行した衆議院の解散と総選挙、これは当然ながら憲法第41条国会は国権の最高機関であるという規定に違反してですね。でこれは、何回も、繰り返し言ってますけど、41条の国会は国権の最高機関といって非常に短い、言葉ですけど非常に大きな意味を持ってるんですね。ということは国権である3つの権力、国家権力、そのうち、国会がですね最高の地位にあって、その下に内閣があり最高裁があるということを規定してるんですね。すなわち、内閣というのは国会の下に位置づけられていると。で、首相というのは内閣の長ですから、国会の下に位置づけられている内閣の長が自分勝手に選んでですね、上位に位置する国権の最高機関である国会を勝手に解散できるはずないというのが根拠なんですよね。でそのことを一切最高裁判所は言わないと、憲法学者、法学者も言わないと、大手マスコミも言わないということで、国民の、まあ、99.99% の国民は、ほぼ 100% の国民は、首相に衆議院の解散権があるというふうに、洗脳されてきたんですね。でそれは全くの大間違いなんですね。ですからこの2006年 9.11、小泉純一郎が郵政民営化と、完全にアメリカの金融業界を儲けさせると、当然ながら小泉純一郎っていうのはロスチャイド国際金融マフィアの工作員ですから、彼のオバマと全く同じなんですよね。金融業界のために、日本の金融業界だけでなくて、アメリカ、イギリスの金融業界のために日本の国民資産を売り渡すという大犯罪を犯してるんですよね。ですから安倍事故第一次内閣っていうのはこの郵政選挙で当選した自民党と公明党の憲法違反の非合法事項、衆議院議員が賛成多数で安倍晋三を首相に指名したと。それが2006年の9月26日なんですよね。だから 9.11 の郵政、民営化、郵政選挙の直後ですよね、2週間後ですよに、国会議員、自民党と公明党の国会議員が賛成多数で、安倍晋三を首相に指名して第一次安倍事項非合法政権が成立したと。ですから安倍晋三第一次内閣が決定した全ての政策決定、法律、財政支出、人事、外交、条約は全て無効であると。第一次で無効なんですね。で第一次の中で彼がやった最大のものはですね、教育基本法を改悪したんですね。これは12月15日ですよ。
それから国民投票法っていうのを成立させたんですね。でこれは日本国憲法の改正手続きに関する法律ということで、完全に安倍晋三はこの時自分は長期政権において第一次内閣においてですね、憲法を改正するための国民投票を実施するという決意で準備してたんですね。でその一環としてまず教育基本法を改正すると、で第二弾として国民投票法を成立させるということなんですね。でこれらも非合法政権がやったと、それと規範権もない内閣が勝手に規範して、閣議決定して国会に提出して成立させた、二重の意味で憲法違反なんですね。それから第二次安倍晋三第二次自公政権というのは、例の民主党政権の時ですね、野田佳彦首相が突然2012年11月16日衆議院を解散したんですね。解散したんですね。それで、同年の12月14日に総選挙を実施したと。でこのこと自体が憲法第41条に違反してるんですね。それで、自公がまたしても3分の2以上の議席を獲得して勝利したと。ですから安倍の第二次自公政権も第一次と同じように憲法第41条に違反した憲法違反の非合法政権だと。だからしたがって安倍晋三第二次自公内閣が決定実施した全ての政策決定、法律、財政支出、人事、外交、条約は全て無効であると。それで今の安倍晋三第3次内閣ですね、これは去年2014年11月20日に、アベノミックス解散として彼が勝手に衆議院を解散したと。それで、去年12月14日の総選挙でまたしても3分の2の議席を獲得して勝利したと。かっこつき勝利ですね。ですから同じように第3次も憲法第41条に違反した憲法違反の非合法政権だと。したがって安倍晋三第3次自公内閣が決定実施した全ての政策決定、法律、財政支出、人事、外交、条約は全て憲法違反で無効なんだと。ですからこのような憲法を公然と無視し、自分たちがに与えられてない職務としての衆議院の解散、あるいは法律の起案、そして国会の提出、そのことを少なくとも第1次、第2次、第3次という3つの3回の政権で安倍自公、ファシスト政権及び彼らの一味ですねが強行してきたということで、今日のメインテーマですよね。東京地検特捜部は直ちに安倍晋三と関係閣僚及び政権与党の自民党と公明党の幹部全員を逮捕し、戦後最大の国家犯罪を徹底的に追及せよということですね。それで、またですね、東京地検特捜部は安倍晋三とその一味が繰り返し犯してきた重大な憲法違反犯罪を見逃してきた歴代の容認ですね、容認してきた歴代の最高裁長官と最高裁判事を憲法第99条公務員の憲法尊重擁護義務違反容疑で全員逮捕し、戦後最大の国家犯罪を幇助した罪を徹底的に追及するということですね。コメントですか。レイさん、お茶が2杯、3杯ですね。4杯ですね。それからコンティニューコインが1枚ですね。ありがとうございます。レイさん、ミュウさん、こんばんは。今日もよろしくお願いします。それと、レイさん、コンティニューコイン。ありがとうございます。こんばんは。今週もよろしくお願いします。と。
から砂月金さん、今日のメインテーマですね。東京地検特捜部は直ちに安倍晋三とその一味を全員逮捕し、戦後最大の国家犯罪を徹底的に追及せよと、ワイワイニュースライブただいま配信中と。からトネウガさん、郵便ポストの回収も減りましたと。アメリカにはメリットがありますと。トネウガさん、ゴミ売りテレビ、読売テレビとかいる、NHK か、報道は逮捕や発表ですかと。いいですね。NHK ですね。ゴミ売りテレビ。まさにそうですね。本間でっかさん。から土山さんが、お茶ですね。ご杯ですね。ありがとうございます。それと、ミュウさん、こんばんはですね。それと、砂月金さん、郵政、米英化の結果、日本国債の受け皿を喪失したと、次に JA 共済が奪われるという、そうですね。コンティニューコインですね。砂月金さん、ありがとうございます。なぜ市民が経産省の敷地に一歩張っているわけです。逮捕され、国民の年金記録が移動したことに誰も責任取らないんでしょうか。許せないという、まさに許せないですね。だから日本は政治家とか官僚とか天皇とか、いわゆる日本の支配層の大犯罪は全て免罪免責されると。で、庶民の本当の微罪がですね、あたかも大犯罪のように大手マスコミが騒いでですね、重罪に持っていかれるというのが現在の日本の刑事、状況ですね。ですから刑事裁判で、もしも警察に逮捕され起訴されたら 99.9% ほぼ 100% 有罪になっちゃうというのが日本の司法なんですね。中国と変わらないですね。シカゴさん、大嘘。衆議院の解散は首相の専権事項である。真実。衆議院の解散は衆議院自体が持っていると。日本国憲法第41条ウィキですね。国会は国権の最高機関で、これですよ。これが今まで無視され、意図的に、隠されてたということですね。国有地を50年間近く中止、自民党ですね。これどうなったんですかね。不法選挙告発とブロゴス、かなり前です。もう 2,3 年前ですよね。その後どうなったんですかね。から本間デッカさん、自衛隊のメンタルケアします。パソナですね。儲かるシステム、この女性の名前ちょっと読めないですけど、仲間がジンプーリンで素敵な招待をしてたんですねという。だからこれもあれですね、パソナの会長竹中、社長南部、彼らは一切逮捕もされないと、告発も起訴もされないと、守られるということですね。今日解放された火炎瓶哲司らの拘束理由は特定秘密らしい、理由を言えないと。特定秘密法なんですかね。こういうところにも現れてるんですね。あの3人なんてすぐ逮捕なんだからと。要するにもう完全にあれですよね、目立った反政府活動した人間は何でも微罪でもでっち上げて逮捕するということですね。で、さすが東京地裁の判事もこれで起訴なんかできないでしょうということで釈放したってことでしょう。今の政権に対する国民の反対を読んで12月に選挙と。ミュウさん、コンティニー教員ですね。ありがとうございます。ミュウさん、お茶ですね。砂ズキンさん、NHK 調査、景気回復感じない 44%。 トネウンガさん、こんな低いんですかね。 NHK ですね。シカゴさん、第二位安倍政権は右翼ファシズム政権と。19人中15人がメンバー、日本会議。そうですよ。だから今は、安倍、極右政権ファシズム独裁なんですよね、今ね。ファシズム独裁に向かってんじゃなくて、現実にもうファシズム独裁体制ができちゃってるということですよ。で、それを安倍晋三は憲法を改悪して完成させると。特に、首相に衆議院の解散権を
憲法の上で54条に明文化させると、それから内閣に法律の起案と国会の提出権を第73条第5項に明文化させると、でそれをこっそりですね、何事もなかったかのようにこっそり入れ込むんですね。で、憲法学者は何も言わないと、大手マスコミも何も言わないと、みんな9条とか非常事態の項目とかですね、人権とかですね、基本的人権が侵されると、から戦争法案によって、集団的自衛権行使によって米軍の戦争に自衛隊が参戦させるという方向で、それ自体は正しいんですけど、反対するのは。でもそればっか言ってるのは片手落ちだろうと。彼らはこっそり、先ほど言いましたように現憲法が禁止している首相による衆議院の解散、それと内閣による法律の起案と国会の提出、それを合憲化するためにこっそり入れ込んでいるということに国民全員が気づかないといけないんですね。高橋さん、火炎瓶哲司らの拘束理由は特定秘密らしいと、ふざけてますねと、憲法違反者全員逮捕、収監実現させましょうと、そういうことですよ。固有名詞はダメですと、チカ子さん、特定秘密保護法なんですかね。佐藤遥さん、第一安倍内閣の時に私はとても幼かったので、なんとか還元水や絆創膏と酔っ払い消えただけラブがスポイトされたばかりと思ってました、勉強し直しますという、まだお若いんですね。2006年ですが、今から9年前ですからね。そうですね、20歳ぐらいだと11歳ですよね。からミュウさん、安倍政権になった時から独裁の準備をしてた。要するにそうですよ、彼が大腸炎で、1年で、北方に上がったと。でその後ですね、彼はおそらくアメリカのジャパンハンドラーズが入り込んで彼に、いわゆる政権を取るノウハウ、政権を取った後何をすべきか等々を指南したと思うんですね。それに沿って忠実にジャパンハンドラーズナイとかアミテジとかグリーン、マイケルグリーンとかですね、あの辺のワルが作った緻密なシナリオに基づいて安倍晋三は忠実に一つ一つ実現してきたのが第1次、第2次、第3次の安倍事故ファシスト政権なんですね。ハンドルネームはいいんじゃないですかね。町村さん、本当に病死したんでしょうかねと。なんとか還元水の松岡さんと低迷会見の中川さん、本当に自殺したんですかねという、本間デッカさん、本当わかんないですね。あと小渕首相もおかしいですよね、突然あの脳梗塞かなんかで。シカゴさん、ミュージシャン名です、ハンドルネームでもミュージシャン名ですと、ですね。ということで何でしたっけ。一応今日のメインテーマはそういうことで、まあ到底できないと思いますけどね。でも本来やるべきのは東京地検特捜部なんですよ、彼らが存在してる存在理由っていうのは。巨悪に立ち向かうということを言ってた特捜部長がいましたけど、今まで、彼らは要するに GHQ が作ったあの隠匿物質物資の摘発部隊なんですね、もともとですから CIA なんですよ。ですから CIA の指令に基づいて東京地検特捜部っていうのは、日本の支配層、アメリカの支配層の利益を損なう危険性のある反対勢力を摘発するということなんですね。でも本来東京地検特捜部っていうのは税金で、みんな養われていると、生活が成り立っているという部門ですから、当然ながら
日本国憲法に忠実であるべきなんですね。日本国民全体の利益に忠実であるべきだと、こういうことなんですね。ですから本来だったらお前たちが直ちに安倍晋三とその一味全員を逮捕して、戦後最大の国家犯罪である安倍晋三1次2次3次内閣で犯した全ての犯罪を徹底的に追及するのがあんたたちの義務でしょということなんですね。本間でっかさん、コンティニューコインですね。ありがとうございます。それから、薄井さんがお茶ですね。ありがとうございます。友達内閣のおかげで、勝又くんも、清水くんもお咎めなしと、ドローン少年逮捕なら、原因の方も逮捕しなきゃって。これが典型ですね。東電の最高幹部が、誰一人逮捕もされないと。東電自体も、一度も強制捜査されないと。で、一方、経済産業省の敷地に1センチ入っただけで3人が逮捕されると。あるいはこの15歳のドローン少年を逮捕するんですよ。こんなことありえないですよね。もうファシズムですよね。本間でっかさん、コンティニューですね。トネウマさん、住宅退去通知の撤回要求、阪神大震災、住民弁護団と、復興住宅、期限が来たから退去しろという、そういう通知が来たら、どうしようもないですね。弱者を徹底的にいじめるという、マゾじゃなくて、サドですよ、彼は、安倍晋三は。ということです。それで、町村さん。が突然亡くなったということで、これリテラですかね。あ、日刊現代だ。町村氏訃報後の言動で分かった安倍晋三の、安倍首相のゾッとする冷血という。6月6日ですね、日刊現代。で、東日本大震災の被災地にも復興事業の負担を求める安倍政権に冷血批判が出ているが、冷たいといえば安倍首相その人の人間性も疑われていると。で、彼が、町村信孝前衆議院議長の訃報を聞いた後の言動だと。町村氏といえば安倍首相と同じ派閥で同じ釜の飯を食べた先輩、当然思い出は山のようにあると思うんだが、安倍氏はそっけない公式コメントしか出していないと。私も若い時からご指導していただいたと。急な話で本当に残念でならない。業績と遺徳を忍び、ご冥福をお祈りすると。そして弔問に急いで駆けつけるわけでもなく、新聞記者とは赤坂飯店で1時間以上ビールを飲んでいたのと。記者との懇談は予定に組まれたとはいえ、急な訃報に記者たちキャンセルを確保したという。それが普段と変わらない調子でビールを口にし、しんみり町村氏の思い出を語るわけでもなく、国家展望など話してご機嫌だったそうだと。秘書がそろそろと促し弔問に腰を上げたという。普通ならすぐに弔問に駆けつけると。記者と飲んで忍ぶにしてももうちょっと情のある話をするでしょうと。首相の心の中までは分かりません。でもこういう言動が冷たい人と思われているところが安倍首相の不徳だと思いますと。自分が可愛くて他人への情に欠けると。政治家に必要な気配りが足んないと。自己中心的で独善的と多くの人が語っている安倍首相の人物評は当たっていると思いますと。政治評論家野上忠興さん。それで、政治評論家篠原文也氏はこんな秘話を明かすと。2012年9月の自民党総裁選で、安倍首相は決選投票の末、石破氏を破って総裁選ばれたと。この総裁選に町村氏も出て、派閥分裂の総裁選になったと。総裁や選挙の最中、脳梗塞になった町村さんから投票の前日に電話があったと。決選投票になるだろうが、その際私が固めた票はどうするべきかという相談でしたと。私は血は水より濃いだから安倍さんに振り向けたらどうかと言いましたと。安倍総理が誕生したのはその後、その経緯を安倍さんに伝えたと。1回目の国会議員投票で町村票は27票あったと。決選の2回票等では安倍首相が108、石破氏は98、10票差だったのね。
安倍首相が勝った、つまり町村票が安倍首相に流れたおかげで安倍首相は総理総裁になれたと。だが安倍首相はこうした恩義よりも町村氏が総裁選に出たことが面白くないんだろうと。派閥の先輩町村氏が出たのに後輩の安倍首相が手を挙げ、派閥が分裂した心痛で町村氏は最初の脳梗塞を起こした。もっと神妙になるのが人の道だというのだと。どこでもないですね。山梨豪雪、広島豪雨の際の天ぷらゴルフです。優等残念、安倍は情が薄いと。だからね、気違いなんですよ。自民党員では石破の勝ち、石破が首相になってもまあろくでもなかったけど、でも安倍よりは若干良かったのかもしれないですけど、わかんないですけどね。シカゴさん、町村氏の不法の言動で分かった安倍首相のゾッとするレクスト、これはそうですね、今取り上げたやつですね。事故がなければドローン少年の入れたのはただの泥と。つまずきます。シカゴさん、東京地検特捜部の前身は、引退増事件捜査部 GHQ 創設だったと。東京地検特捜部の本質は CIA 日本支部だと。まさにそうです。から有事に秋田空港で戦闘機哨戒機使用は可能、佐竹氏使えます、東電省と。ひどいね。秋田県の知事佐竹って言うんですか。これは秋田か、これ佐竹藩と関係あるんですかね、殿様ですかね、佐竹知事。ということですね。それから今日のスクープですけど、スクープ、自衛隊大物 OB にロシアスパイ疑惑と、安倍法案への影響を恐れ官邸がもみ消しというリテラですね。混迷が続く安倍安保法制の国会審議、そこへ追い口をかけるようなとんでもない防衛スキャンダルがここに来て持ち上がっていると。匿名条件にある防衛省関係者が打ち明けると。陸上自衛隊の大物 OB があろうことかロシアの情報将校と接触し、自衛隊内部の文書を渡していたという疑惑が持ち上がっていると。しかもこの大物 OB、 その立場を利用してかつての部下だった現職自衛官に文書を持ち出させというおまけ付き、万が一情報漏洩事件として立件されようものなら安保法制の審議をストップしてしまいました。かつての部下っていうのは女性だったんですね。恋愛関係があった。安倍政権はこの疑惑にピリピリしているようだと。国会審議もさることながら、今年中に実現するかもしれないプーチン大統領の訪日にこだわる安倍首相の思惑をおもんばかり、官邸サイドは警察当局に対して今回の立件に、案に待ったをかけていると言われているということですね。これは URL 軍事オタク石破、どっちもどっちだね。URL ですね。自民党はろくでもない、ろくな人間しかいないということでしょう。まだ以前の自民党の方が鳩派を抱えてたんですけど、今はもう安倍が全員鳩派を追放して、あるいはわざと公認しないということで、全滅させたんですね。ですからろくでもない極右ファシストしか残ってないということでしょうね。スクープの巣が抜けてましたね。これですね、 OB スパイ。シカゴさん、安倍政権で東京圏の高齢者を強制移住させるというひどいね。これ上捨て山ですね。計画は進行、認知症になる危険性もという、やることすべてがいわゆる弱者をいじめる政策でしょ。秋田佐竹藩がすごく強いという、そうですね、佐竹藩と関係してるんでしょうね、秋田。
それから3つ目の今日のトピックス、小沢一郎氏、野党関係者に統一名簿で戦うことを目指す資料提示という、6月5日付の FNN ということですね。小沢一郎氏が民主党、維新の党との連携を念頭に野党の複数の関係者に2016年の参議院選挙を統一名簿で戦うことを目指す資料を提示していたことが分かったと。参議院議員通常選挙における比例代表選を統一名簿で戦うことについてとする資料は、生活の党の小沢代表が民主、維新両党との連携を目指し関係者に示したと。資料では野党がバラバラで戦うと票が分散し自民党が有利になるとした上で、野党が結集することができれば来たる総選挙で政権交代する可能性は高いということなんですけど、この中にあるんですよね、民主と維新だけで、なんで共産党を入れないの、なんで、社民党を入れないのということですよね。だから来年の7月の参議院選挙で、全野党が統一メンバーで戦えばですね、自公を過半数割れに追い込むことは可能なんですね。それと衆議院でも政権交代は可能なんですけど、共産党は絶対入んないですよね。小沢さん嫌いですから。社民党は入っても入んなくてもほとんど影響ないというぐらい、少ないですからね。でも本来だったら全野党に対してこういう呼びかけをすべきなんですね。実現は難しいでしょうね。砂月にただでさえ病兵、した地方に都市部がお年寄りを押し付ければ地方の困窮はもっと困窮という、そういうことですよね。要するに高齢者は役に立たないから地方に押し付けちゃうという、ひどい、その発想自体がひどいですね。役に立たない国民はどっかに押し付けちゃうと、上捨て山に捨てちゃうと。それから青森県知事選、三村氏が4選と、新人が反原発の人が敗れちゃったんですね。まだまだ青森の県民の意識っていうのは本当レベルが低いですよね。とんでもないよね。エレファントムさん、コンティニコインですね。2枚ですね。ありがとうございます。から、トネウンガさん、5月の街角景気は6ヶ月ぶりに悪化。株高や外国人客増加も、原材料高で利益減という。なるほど。してほしいことは何もしないと。ミュウさん、金を絞り立てして欲しくないことばかりされていい加減国民気づいてほしいという、本当そうですよね。このまま言って殺されると、国民は殺されるというのが冗談じゃなくて実際に起こりますよね。すでに起こってますね。から今日の重要情報ですね。ネオコンとネオナチとネオコンはキエフ政権の兵器提供と軍事訓練で戦闘体制を整え東部で戦争再開という、桜井ジャーナル6月7日ですね。これ、ぜひ読んでいただいて、再度要するにネオコンとネオナチがソ連と戦争状態に持っていくという画策をしているということですね。だからネオコンを逮捕しろって言うんですよね。アメリカブッシュ最後ですから、命をかけてネオコン潰せよと。トネウンガさん、そのうちどんどん治安も悪くなることでしょうと。政治が悪いと治安も悪くなる。それと今日の注目情報、これはあれですね、ネットフリックス知ってるよねという有料動画配信、アメリカで、アメリカの企業ですけど、50カ国で会員6200万円を抱える世界最大手の有料動画配信会社、ネットフリックスが
今年の秋、日本に上陸すると、サービス開始するということで、これだといいんじゃないですかね。ろくでもない今の大手、マスコミ、テレビの、いわゆる独占状態を、風間を開けんじゃないですかね。ネットフリックスは破壊力のある革新者だと。街のレンタルビデオ店はなくなったし、アメリカはそうなんだ。テレビの見方はすっかり変えてしまったと。ワシントン近郊に住む医師のマシュー・ミンツさん47、あと5年か10年で従来のテレビは過去のものになってしまうと感じていると。勤務する大学病院で学生の多くが好きな時に映画や番組を見られるインターネット配信サービスに引き寄せられ、テレビを持ってないと。まあ日本もあと5、6年でそうなるんでしょうね。あのくだらないな、あのテレビの番組の内容、ただで見られるからって言って、くだらない内容をわざわざ見ないですよね。それで月、アメリカだと 7.99 ドル、990円なんですね。だから日本でも1000円ぐらいでやるんじゃないですかね。ということで、この、あ、これ、桜井ジャーナルさんのシカゴさんが、URL 貼り付けてくれましたね。これから今日の注目情報、毎日新聞ですね、これね。やはり日本は黒船が来ないと改革できないんですかね。これですね。47分。それじゃあ最初の原稿のですね、放送原稿の最初の方に戻りまして、今日の画像は取り上げましたね。安倍晋三を逮捕しろと、物資を逮捕しろと、それから自宅山荘に現れた小鹿ということと、それから映像、推薦映像でぜひ24日に私が特別講演ということで、ネット配信した安保法制と安倍自公政権を同時に打倒できる秘策はと、日本はロックかけすぎだから流行らないですよねという、そうなんだ。利根馬さん、日本の若者ですから、おそらくこのネットフリックスって自分で、コンテンツも作るんですよね。既存の放送会社のコンテンツを有料で見せるってことではなくて、自分で、お金出して番組制作もするというのが違うと思うんですね。シカゴさん、米国、イスラエル、サウジに使われている IS、アルカイダに対しイラク、イラン、シリアが反撃へという、桜井ジャーナルさん。からまた不正選挙ですかと、あ、小清水さんが言ってんだ。三沢市で開票確定後に7504票もどっからか突然票が湧いてきたという。はぁ、ひどいもんですね。砂月さん、日本の若者は経済徴兵、移民法通過で母国ごとのコロニーができ、ちょっとしたいがみ合いが暴動に、どこが美しい国かという。砂月さん、携帯ですらフリーまでかかりましたしという。そうですね、だ日本は独占独裁国なんですよ。何でも独占しちゃうんですね、大手企業が。で、独占すれば当然独裁体制になるということで、でそれに対して、まあ、我々が目指す社会っていうのは共有共生社会なんですね。独占をやめ、独裁をやめると、物事、限りある資源、エネルギー等々を共有すると。だから尖閣諸島とか竹島なんかも、領有権で歴史的ないがみ合いがあるところはとりあえず棚上げすると、あるいは共有すると、共同で管理するということですよね。共生ですよね。共有共生社会がもう必要なんですね。このまま独占独裁体制が続けば、結局第三次世界大戦、あるいは世界大金融恐慌に見舞われるとこういうことでしょう。これですね、拡散希望ですので、ぜひ
今、約2000ぐらいじゃないですかね、視聴者数は。これですね、拡散希望、特別公演。これですね。ぜひ、情報拡散してくださいと。シカゴさん、憲法解釈変更、政府見解の起案者も、行使不可能を明言していたと。なるほど。関係ない。最新の記事ですね、これ。共同にしないから、どんどん相手国に席を取られたという ことですね。それから今日の日本国憲法ですね、これ第72条というんですね。で、今言ってるのは第73条の内閣の職務で、7つの職務の中に、内閣の職務の中に、法律の起案と国会の提案の職務はないよと。憲法違反だよと。歴代の自民党と安倍自公政権がやってることということを言ってますけど、その前の72条というのがですね、で、内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督するということなんですけど、この議案の中に法律が入るのか入らないのかということで、内閣に、いわゆる法律の起案権があるんだよということを、嘘を主張する人間はですね、議案の中に法案も入ってんだよと、72条で入ってんだよというふうに嘘を言うんですけど、違うんですよね。73条に内閣の職務が具体的に7つ書かれてると。で、その中に法律の起案なんかないよということですから、72条の議案の中に、議案は法律は入んないんですよね。ということですね。から今日の一言、これは花ちゃんの味噌汁でずっとやってますけど、この中の、なかなかいい文章なんですね。花は毎朝6時に起きて味噌汁を作ってると。ご飯と味噌汁は元気をくれるってママが言ったんだよと。ママが指切り減満したから花毎日作るよと。ママとですね、時々サボることもあるけどよく頑張ってると。花は味噌汁の湯気と匂いの中に知恵を感じ続けてるんだと思うと。以前テレビ局から取材を受けたと。花ちゃんはどうして味噌汁を作ってんの？花はこう答えていたと。お母さんとお父さんが笑ってくれるからと。子供は親の笑顔を見るのが一番嬉しく幸せなんだよねと。花は切り替えが早いと。これは才能だね。僕が人事異動で職場環境が大きく変わることになった時、花は何とかなると言い切ったと。知恵の座右の銘だったという、素晴らしいですよね。シカゴさんがリツイート拡散希望やってくれましたね。はい。南沙埋め立ては辺野古新基地へのカウンターではいよいよないの対日報告書の危機という。シカゴさんですね、花ちゃんの味噌汁、天国のマムとの約束。これはいい本ですね。ぜひ、お手に取ってお読みくださいと。で、子供なんかにも、あれですね、いいですよね。動画、なんで言ったな、33の半が5歳の、動画があるんですね、グー。ですね。それと、一言が終わって、座右の銘、これはまあ世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はありえないとか、命もいらず名もいらず官位も金もいらぬ人は始末に困るものなりと。この始末に困る人ならでは官能を伴うして国家の待遇はなし得られないと。西郷隆盛と。
おそらく西郷さんは例の、孝明天皇と、から睦仁親王の暗殺、そして、大室虎之助にすり替えられたということを当然ながら知ってたんですね。ですから、西南の駅を仕掛けられて、で、殺されたということでしょう。だから、この大犯罪の真実を知ってる人たちは、大久保利通なんかもおそらくそうですね、彼は。暗殺されてるんですけどね。次々に殺されてると思いますね。天下の正道に対し天下の態度を行う人とは申しのことは、どんなに金を積まれようとも、金の誘惑に負けて正道を踏み外すことは絶対ないと。今、あれですよね、軒並み、日本の最高裁長官、あるいは最高裁の判事、あるいは3000人の日本の裁判官が、ほぼ全員、支配層側に取り込まれていると。その理由、最大の理由は要するにお金とか地位とか、いわゆる西郷隆盛が言ってる、命、名声、官位、金、これに弱いんでしょうね。ですから、孟子の言葉が生きてるんですね。どんなに金を積まれようとも、金の誘惑に負けて、正道を踏み外すことは絶対ないと。どんなに貧しくなろうとも、志を曲げて、金のために悪を働くことは絶対ないと。どんなに強力な権力が脅しにかかろうとも、恐れ命を惜しんで、することは絶対ないと。だから、本当の意味で戦争をなくそうとするなら、死にたくないだけでは足んないと。人を殺したくないという気持ちこそ、初めて戦争の抑止力になると。スタジオジブリ高畑勲監督の言葉と、それからホーキング博士、英国の理論物理学者、私が最も正したい人間の欠点は攻撃性と。攻撃性は洞窟で暮らしていた時代にはより多くの食べ物、土地、生殖のパートナーを獲得して生き延びるために好都合だったかもしれないが、今では私たち全てを破滅させる恐れがあると。私たちに必要なのは攻撃性ではなく共感です。共感があれば私たちに平和に愛し合う状態がもたらせると。まさにそうですね。安倍に一番欠けてるのは、この他人に対する共感とか共鳴がないんですね、もともと。良心がないと。だから平気で嘘をつく。だから弱者への共感とか共鳴がないと。だからどんどん国民を切り捨てても平気だということですね。だから下記のものは公共のために、税金で生計を立てる公務員、政治家国公務員、国家公務員、地方公務員、準公務員になることを禁止すると。これは私の主張ですね。1、日本国憲法擁護資格試験の不合格者と初級不合格者。ちょっと。今放送中です。放送中です。何でしたっけ？この日本国憲法擁護資格者検定試験というのは絶対必要なんですね、全員に。それで初級合格者には選挙権を与えると。今は18歳になると自然に選挙権が与えられてますけど、とんでもないんですね。日本国憲法のことも知らないで、政治に無関心、ただただ、自分の意見じゃなくて、他人から推薦されると、票を入れちゃうというような人が、蔓延してますんで、最低限、日本国憲法の基本的な理念とかですね、この日本国憲法が目指しているものは何かという基本的なところを、理解すると。そして自分に、身につけるという人が絶対、投票すると。最低限投票者の最低限の条件だということなんですね。それと、政治家ですね。あるいは公務員、国家公務員とか地方公務員が、政治をすると、あるいは行政をするという場合に、安倍晋三みたいなとんでもない、日本国憲法自体を勉強しない、
無視する、基本理念一切理解しないという大バカ者が、なんで政治家になり、なんで国会議員になり、なんで首相にもなっちゃったのと。これはこれがないからですよ。日本国憲法用語資格者検定試験の最低限中級を取らないと政治家になれないと、国家公務員になれないと、地方公務員になれないという制度が絶対必要なんですね。それから憲法破壊者は公務員になれない、政治家になれないと。だから安倍なんかあらゆる意味で政治家になるべきじゃないんですけど、なぜかなっちゃうんですね。でなった途端とんでもないことです。から3番目、極右排外主義ファシスト右翼暴力団。から4番目、サイコパス。これは反社会的人格破壊者。安倍晋三っていうのは良心がもともとないんですね。ですから平気で嘘をつく、呼吸するのと同じように嘘を繰り返しても何ら恥じないと、こういうサイコパスですね。からネオコンシオニスト、戦争マフィア。これは石破なんかまさにそうですよね。それから6番目、ロシア領国際金融マフィア。これは黒田、日銀総裁、工作員です。それから7番目、売国奴。これはもう外務省の、国際条約局マフィアなんかがまさに売国奴ですね。なんで、税金で生計を立ててるのに、アメリカの支配層に媚びを売って、日本の国益と日本国民の資産を彼らに売り飛ばすのかと。本来ありえないですね。8番目、金持ちと。金持ちは政治家になるべきでないということですよね。要するに金持ちっていうのは自分のが持ってる十分な金をもっと欲しいと、もっと他人から奪いたいということで政治家になれば政治権力を使ってそういうふうに動くわけですよね。から9番目、過去と現在の戦争犯罪人とその後継者と。だからまあ、安倍晋三なんかはまさに戦争犯罪人である岸信介の孫と。それをもっと遡れば、山口県田伏町という乾村から出た大室虎之助が明治天皇にすり替わって、結局大正天皇、昭和天皇、今の平成天皇も田伏人脈なんですね。田伏マフィアなんですね。から10番目、過去と現在の特攻公安警察官とその後継者ということで、これはこの前先ほど取り上げましたけど、町村信孝という自民党の重鎮ですけど、親父が町村金吾という特攻の最高トップを務めた人間なんですね。で、その特攻官僚が免責免罪されると。それで、政治家になったんですね、国会議員。で、その地盤看板を引き継いだのが町村信孝ということで、そういう自民党の中にはこういう人間がですね、戦争犯罪人とか特攻警察等々がワンサカといるんですよね。で、その後継者が2世3世として幅を利かせているという、本来だったら本来の民主的な国家ではありえないようなことが日本では公然と行われていると。から過去と現在の国家神道信者およびカルト宗教信者とその後継者と、これはまさに、いわゆる神社本庁、あるいは靖国神社、五国神社、全国7万4千の神社をの上に立つ神社本庁ってなんですが、これが日本会議と全く同じ動きをするんですよね。それとカルト宗教とその後継者ということで、まあ創価学会、公明党創価学会、それがもう政権与党になって10年以上権力を使ってんですね。ですから憲法第20条に
完全に違反してるんですよね。それと統一教会、これも岸信介がつるんでるんですね。彼がいわゆる勝共連合と統一教会の大衆組織の代表も務めているということですね。それから幸福の科学とかいろんなカルト宗教がありますけど、そういう信者あるいはその後継者は公務員に絶対なれないということを決めないといけないんですね。それから過去と現在の天皇制支持者とその後継者と、現在日本は象徴天皇制ということで、天皇が国政には関与しないという建前はあるんですけど、実際はですね、この間ずっと言ってるます衆議院の解散を天皇の国事行為の中で、やっちゃうということを公然としてきたんですね。ですから天皇制自体はもうやめると、要するに現在の象徴性天皇制というのは見かけは戦前の天皇制とは違うということなんですけど、実際やってることは同じなんですよねということですね。それから13番目に新しく付け加えたんですけど、いわゆる公務員になる人間は最低5年間継続して税金が投入されない組織団体企業で継続して5年間以上自体経済を担う経験者に限定するということですね。ですから最初から安倍晋三も、まあ、2、3年どっか民間会社にいたらしいんですけど、基本的には彼は全部税金で、生活してる家族あるいは本人自体パラサイトなんですね。規制なんですね。国民の税金を生活の糧にして、それで、富を蓄積してきたという人間は、政治家公務員になれないというふうにすべきなんですね。海上保安庁のゴムボートに拘束、海底掘削継続化と辺野古抗議の市民ら拘束という、辺野古新基地建設、辺野古沖での衝突に抗議、市民ら250人が11館前で集会と。高橋さん、これから必要なこと、18歳選挙権の前に憲法検定試験の実施と同時に憲法裁判所、憲法警察の創設と。いいですね。そうなんですよ。で、今の最高裁判所は完全に重要な政治的なマターに関しては判断しないというふうに職場放棄ですよね。基地返還してグアム移転が最善、社説相次ぐ米兵逮捕、実効性ある対策講じようと。だこれでも全然ダメなんですね。基地返還してグアム移転という、だ安保条約を破棄すると、安保地位協定を破棄するというのが正解なんですよ。官邸激怒、大臣の目なくなった船田当然でしょう。から佐藤遥さん、社会女性社会進出で自民党がずるいのは原発の再稼働を一番若い女性閣僚の小渕優子に宣言させたと。なんだ若い女も再稼働を容認してんのかを印象づけることにある、意味成功したと。でもそれ以外以前そもそもこんなもん受けるなよ小渕と、自民党に女はいるのかと。だから大渕優子自体がもう完全にあれですよ、選挙違反で本来だったら逮捕起訴されるべきなんですけど、彼女は免責免罪されているとこういうことですよね。シカゴさん、許されるのか、年金情報流出、後始末に国民負担年50億と。すごいです、年50億ですよ。こんなのはもう、これは労働省、厚労省か、だから厚労省の大臣、塩、なんだっけ、大臣以下
副大臣とか、政務官とかですね、それから厚労省の事務次官とか、官房長とか、あるいは局長とか部長とか、担当者とか、全員が年50億払えよと、自分たちで払えよと、自分たちの責任だろうということですよね。ル・モンド、G7 の中で日本は環境目標が最も低く、CO2 削減値も少ないし、原発を再稼働と批判ということで。この G7 で、結局、先進国首脳会談ですけど、中国もいないし、ロシアのプーチンもいないって一体何なんだと。G7 という、結局仲間内、アングロサクソン、ロシアの国際金融マフィアの利益代理人が集まっただけで、それ以外は排除するという、何の意味もないですよね、こんなの。神戸製鋼に足掛け3年か。後彼の秘書の若様状態。日本語も怪しいと。頭は三人兄弟一番悪いと。武士と同じ三代目バカでもできる。例の起こるの操り人形という。神戸製鋼なんですね。それも親のあれでしょ？コネで入ったんでしょ？から、砂ズキンさん、即位、規定のない皇室典範、即位、退位か。あ、失礼しました。退位、そうですよね。退位&相続拒否の規定が必要。ゼブータン、国王は悠々自適という。本当かわいそうですよね。今の天皇皇后は。退位できないんです。もう死ぬまで働けという。後期高齢者は死ぬまで働けという一番過酷な労働条件を強いているのが、今の皇后、天皇皇后ですよね。安倍は神戸製鋼に勤務していましたと。刺殺されたオウムの村井はその時の、あ、そうなんだ。オウム事件の闇は深いと。同僚なんだ。キノクリントンさん、こんばんは。プーチンは出てないんだ。出てないと排除されてますし。中国の、彼も排除されてますよ。こんなの、何が先進国首脳会談だと。経済大国、世界第2位の中国を外すというのは、何なんだと思いますよね。オウム真理教宗教法人に認定して石原さんもそろそろという。彼もあれですね、脳梗塞かなんかで緊急入院したんじゃないですか。シカゴさん、安倍晋三は神戸製鋼に足掛け3年、社会人経験しかないニートですから、ネトウヨのそのもの、田臥システムの由緒正しいスパイ家族という。かわいそうにという。ウォッカ飲みながら見てますという。あ、いいですね。ということですね。何の話してましたっけね。そうですね。ですから、いわゆる実体経済、税金とは関係なく、実体経済の中で最低5年間働かないと、公務員にはなれない、政治家になれないと。パラサイトはいいよということですよね。高橋さん、結局天皇の現実は憲法の人権条項に抵触してます。だから憲法14条ですよ。法の下の平等に、今の皇室は全然入ってないんですね。だって選挙権がないんですよ。だから、住民票もないと。職業選択の自由もないと。国籍離脱の自由もないということですよね。だそんなのは、憲法第14条違反だと。ことで天皇制なんかもうやめちゃえばいいんですよ。ということですね。それと、それから、そうですね。年間購読のお申し込みいただきまして、ありがとうの、KS さんですね。2年分の購読料をお支払いいただく。ありがとうございましたと。ああ、慎太郎退院したいようです。悪いやつほどしぶといと。ほんとしぶといですね。キッシンジャーとかね。もう90以上じゃないですか。あと、中曽根康弘とかね。これはブレジンスキーとかね。
あるいはロスチャイルド、本当しぶどいですね。おそらく彼らは世界最高の医療サービスを受けてるから長生きするんでしょうね。天皇いらんと、昭和天皇は大正天皇こうじゃないと、これだけでダメじゃんって。そうですよ、天皇さんは80じゃないのと、もう81じゃないですか、皇后が80じゃないですか。デビッド・ロックフェラーなんかもう95ぐらいじゃないですかね。なんか死ぬ死ぬって言われてますけど、まだしぶとく生きてんじゃないですかね。それで、これはちょっとあれですね、独立系、ジャーナリスト社会政治、運動家への財政支援を お願いしますということで、あれ、あれどこ、あ、これか。雅子さん、統合失調症ですから、今の環境にいると絶対ならないですよ。悪化することはあること。これですね、年間購読5000円ということで、新たに5000円を出費するというのは大変なんで、私がご提案しているのは、現在の NHK の受信料、年間3万円以上、から東京新聞を除く全国紙、読売とか日経とか産経とか朝日とか、毎日4万円以上ですよね。でそれをもう中止していただいて、その分の一部を、5000円を年間購読料として差し替えていただければということですね。元首に祭り上げようという天皇に安倍内閣の会見を批判するのというヤギ、これはひどいね、ヤギっていうのは。尊敬の念はないと。何なんだろうね、ヤギ秀次っていうのは。何者なんですかね、学者なんですか。本間デッカさん、お茶ですね。ありがとうございます。シカゴさんが、年間購読料5000円お願いしますっていう、リツイートしてくれましたね。雅子さんは統合失調症だしねという。だから彼女を、病気から救うにはですね、皇太子はもう、皇室離脱して、普通の市民として、3人で、暮らしますというふうに宣言すべきなんですね。無理ですよ、今の。彼女がこういうふうな状態になったのは今の環境なんですから、環境自体を変えない限り彼女はますます悪化するしかないんじゃないですか。かわいそうだけど、だから皇太子の責任ですよね。天皇さんは80じゃないのという。そうですよ、いつ死んでも。だからもう死ぬ覚悟で、天皇皇后は公務をこなしてんじゃないですか。それを安倍はできるだけ自分の政治的な野望に使うということですね。デビッド・ロックフェラー、ウィーキー。あ、100歳だ。すごいですね。100歳ですよ。キッシンジャーも90いくつ、ブレジンスキーも90いくつ。要するに支配階層っていうのは、悪人っていうのは長生きするんですね。善人が殺されていくと、死んでいくと、若くして。とんでもないね。そのとおり、元知事の追悼の準備をしてたんでしょうね、マスコミと。そうですね。原稿も作ってんじゃないですか。ということですね。今日は、80分になりましたね。ということで、昨日、日本海賊テレビさんで10時半から30分、それと
その前にこのツイキャスで2時から2時半まで週刊レポートという中で3つのメインテーマをお話しして、で一つ言い忘れたのは、アメリカの大統領は議会の解散権がないということは説明したんですけど、アメリカの大統領は法律の起案権も議会の提出権もないというのを言い忘れたんですね。でそのことを知ってる日本国民というのはまずほとんどいないだろうということですよね。だそれはもう意図的に大手マスコミ等々にが国民に知らせなかったと。もし知らせると、それじゃあ日本の内閣はどうなのと、日本の首相はどうなのというふうに比較されますからね。八木秀次氏は霊沢大学名誉教授、憲法学者なんだ。この霊沢大学っていう名前聞いたことないですよね。そんな大学あんのという、おかわいそうにと。それから雅子さん、適応障害ですもう10年以上ですよ。本当そうですよね。だからものすごいあれですよね、愛子という娘さんにとってもものすごい悪影響があると思うんですね。ブルジョワは平民より長生きするという、まあそうでしょうね。100歳ですって、デビッド・ロックフェラー。まだピンピンしてるんですかね。本間デッカさん、デビッド・ロックフェラーは製薬会社のボスだけど、西洋医学の薬は一切飲まないそうです。インチキだと分かっていると。あ、そうなんだ。今サミットに反対するデモを行うことは開催地住民における最低限のマナーとされていると。伊勢島の皆さん、来年は水上を最大だけど、あ、来年やるんですかね、伊勢島で。デビッド・ロックフェラー、あ、これはさっき読みましたね、使わせていただきますと、佐藤さんの伊勢島ですね。はい、ということで今日は82分45秒ですね。開始が遅れましたんで、今、夜の8時22分になっちゃいましたね。ということで、閲覧59名様、計185名様、コメント138名様、麗澤大学って、あ、麗澤って読むんですか、失礼しました、鹿野さん。ユダヤ支配層に菜食主義が多いのが長寿の秘訣と、そうなんだ、それでいて民主主義や肉を推薦するという構図。なるほど、エルファントムさん。それとあれですよね、世界最高水準の医学サービスを受けてるということで長生きするんですよね。ということで今日のワイワイニュースライブの放送はこれで終わりです。たくさんのコンティニューコインとお茶ですね、いただきました、ありがとうございました。また明日火曜日ですか、できるだけ5時から6時の間に、放送開始したいということですね。伊勢神宮を強大にするためたくさんの神社を潰したということですと。なるほど、光栄ですと。佐藤さん、お疲れ様でした。利根沼さんですね。じゃあどうもお疲れ様でした。これで終わります。